今回のご紹介はオッドキャストより新発想の製品がリリースされました。今こちらに装着をしておりますオッドキャストのカープレイクリップ、こちらのご紹介を本日はしていきたいと思います。こちらの製品は簡単に言いますとディスプレイ付きのカープレイアダプターとなっております。でまずはこれカープレイアダプターですので、やっぱり接続の速さというのが生命線になってくるかと思いますので、そちらをご紹介をしていきたいと思います。一度電源を切ります。でこちらに関しましては AI ボックスと違いまして USB ケーブルのみとなります。なので給電ケーブル等は必要なく、電話リンクの USB ケーブルに取り付けをすることによってすぐに作動するようになります。で、オッドキャストという表示画面になって、で、ペアリング画面が表示されます。で、こちらにも画面が表示されておるんですけれども、はい、もう数秒でカープレイが使えるようになったのがお分かりいただけるんではないかなと思います。これはね、非常に早い、もう数年前ではね考えられない性能になっているということがお伝えできるんじゃないかなと思います。で、こちらの製品なんですけれども、これディスプレイ付きになっておりますので、まあ、こちらでも機能というのがございますのでご紹介をしていこうと思います。で、こちらなんですけれども、タッチパネルではなくてこの横のところなんですけれども、ここにボタンがあります。で、このボタンをですね一回押します。そうしますとレコードの表示画面で、こちらは後ほど紹介するんですけれども、オッドパイロットといいますアプリをダウンロードしていただきますと、オリジナルの写真がここに入れることができます。で、こうしますと画面が黒い状態になります。で、またペアリングの表示画面。で、時計の画面という、この切り替えができるようになっていると、まあ、いうことになります。これだけかと思いきや、実はこのダッシュボード周りにですね、こういうアナログ式の時計ついてますと非常にね、私なんかはこのアナログ式の時計が大好きなんですけれども、まあ、移動しているという状況もありますので、時計の表示っていうのがこう一目でパッと見て入ってくるというのはね、ポイントとしては高いかなと思います。最近の車ですとデジタル式の時計になっていたりとか、時計表示されてるんだけどどこについてるのかちょっと分かりにくいっていうのがあると思うんですけど、これですとエアコンの吹き出し口進行方向に設置することができますので、時間も把握しやすいということで非常に使いやすいものになっているんじゃないかなと思います。で、またこちら取り付けなんですけれども、取り付けは非常に簡単なものとなっておりまして、こちらなんですが、スマホホルダーと同じような取り付けになります。で、スマホホルダーでも何度もご紹介しているんですけど、こういった洗濯バサミ式のマウントですね。で、これ締め込んでいきますと、ここが締まっていきますので、締結されるようになるわけなんですけれども、まあ、これによって確実に固定することができます。で、ここのところがナット式になっておりまして、はい、このような形になっておりまして、まあ、ボールジョイントになっております。で、このナットがあって、ナットを締め込むことによって、このボールジョイントが締結されて、首振りの強弱の調整ができるようになると、まあ、いうことになります。で、取り付けする際はこのマウントにナットを取り付けておいて、で、まあ、このようにはめていただくと、で、このナットを締め込んでいきます。まあ、適度な強さでいいと思うんですけれども、まあ、締め込んでいただきまして、あとはお好みの場所、エアコンの吹き出し口に取り付けをしていただいて、このダイヤルで締め込んでいって締結していくということになります。で、あとはこのような形で自分の調整向き合わせていただきまして、まあ、これで取り付けが完了と、まあ、いうことになります。で、あとはこの配線なんですけれども、配線自体はこちらを見ていただきたいんですが、こちらがパッケージ内容になるんですけれども、その中にケーブルクランプっていうのが4つ入っております。まあ、それによってハーネス自体もより綺麗にまとめることができると、まあ、いうことになっておりますので、まあ、そちらを使っていただくと、まあ、いうことになります。で、また
先ほど冒頭でご紹介した写真の入れ替えなんですが、オットパイロットというアプリを携帯にダウンロードしていただく必要というのがあります。まあ、それによって自分が持っている写真というのをカープレイクリップのディスプレイに表示させると、まあ、いうことができるようになるということになります。また、その他ね、細かな設定っていうのもできるようになっておりますので、まあ、このオットパイロットのアプリ、まあ、こちらの方をダウンロードして使っていただくということになります。はい。ということで、まあ、非常に簡単なレビューになってしまったんですけれども、今回新しく新発想でリリースされるようになりましたオッドキャストのカープレイクリップ、まあ、こちらは従来のカープレイアダプターにディスプレイ機能がついたモデルということでご紹介をさせていただきました。これ私一番気に入ったのは何と言いましてもこのディスプレイの表示ができるという点がすごくいいなと思いました。特に最近の車ですと、まあ、時計がねない車、まあ、特にこういったシンプルなものを取り付けたいという方は趣味車に乗ってらっしゃる方なんかは、まあ、こういったものがすごくぴったりかなと思います。まあ、旧車とかですと時計がついてない車もあったりすると思いますし、そんなにね大きなオーディオじゃなくてできるだけコンパクトで小さなオーディオ類を取り付けたいという方にとってはこれはねすごくいいと思います。時計の表示がされてなおかつナビの表示がされるということで趣味車に乗られている方にとっては非常にうってつけですし、また何と言いましてもインパネの周りというのもこういった表示がされることによってまた一新した雰囲気で車に乗ることができる。私ととんかつというフレンチブルドッグなんですけれども、ユーザーさんが大事にしてらっしゃる写真というのがあると思うんですけれども、まあ、そういった写真をこういったインパネに飾っておけるというのも非常に素晴らしい機能になっているんじゃないかなと私個人的には思うんですけれども、デジタル化された写真の額として使うというふうにも捉えることができるんじゃないかなと思いますので、非常に素晴らしい製品だなということをね、皆様にお伝えできるかなと思います。こちらの製品の詳細なんですけれども、概要欄の方に掲載しておりますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。